ごい、すごい主張してさ、枯れてますよね。だから炎症を起こしてる、と思います。それから、でそこになんかついてるのかわかんないけど、無理やり取るのもちょっと怖いんでね。で、まあちょっとレントゲンとか、これも一回見た方がいいかな。あとご飯のことなんだけど、金華中もね、とか赤線インコもね、もう大人は皮付きのやつやった。もう皮むきはやらんほう。なんでかって痛みやすい。皮むきは。で、あと、まあ、だからヒナの時、刺し絵の時は、ね、むき屋はやりますけどね。それで、違いは皮がついてて、種があって、胚がって部分があるんですよね。皮がないと、胚がない。ここが一番栄養が高いところだから、それも食べてほしいし、痛みやすい。だからもう皮付きはもうやめて。皮むきはやめて、皮付きを。で、皮付きにはですね、こう丸いのとさ、長細いのがありやすい。はい。わかります？丸いのはアワとかヒエとか菌ですよね。長細いのは。赤線インコは皮付き用に分かれてて、ちょっと、あの、赤線インコ用と、ピンチ用で分けてあげてたんですけど。なるほど。それで、ピンチ用がちょっと、なくなっちゃったんですけど。でもさ、ピンチ用でもさ、赤線インコ用でもさ、はい、中身はそう変わらないじゃない。はい。なんか大きさがちょっと違うんですね。どうなんだろう。本当、多分いけると思うんですけど、まあ、あのとりあえずやって、はい、フィンチ用のやつを購入して、はい、そのフィンチ用の皮付きのやつですね、はい、その中にはボレーコも入ってますから、ね、入ってますね、入ってますね、はい、でこのアワヒゲキビサとカナリエシの違いは、まあ、こちらの方がねちょっと脂肪分が多いというかね、カナリエの脂肪の方だからこちらの方が好きな子多いですね。で脂肪分が多いのはさ、年中コンサートに食べると特に赤線インコは太っちゃう子がいるから、時々体重チェックした方がいいですね、うん、ただこの脂肪分が多いカロリーが高いのを食べた方がいい時、体調が悪い、ストレスがかかって体調が悪い時、それから卵の時、それからまあ家の中で飼ってるとね、トヤ、まあ、カーン、トヤって言うんですけど、羽の抜け替えでもその春秋にはっきりあるわけじゃなくて、ダラダラ行くケースが多いんですけどね。でもつくつくしたのが出てくるときあるじゃないですか、はい、あれ防御って言うんだけど、そういうのが出てたらこれはしっかり食べた方がいい、はい、あとボレーコが入ってることを確認してください、はい、でボレーコってのはカルシウム分ですよね。ボレーコは別でなんか、あ、入れてます、ね、いいですね。じゃあそれはそれで、はい、でボレーコでカルシウムの代謝を良くするためにはボレーコでカルシウムを取らせて、あとはビタミン D が必要なんです、はい、でご飯食べればビタミン D 入ってます。で、それにプラス日光浴。そうですよね、うん。窓際には置いてるんですけど。ガラス越し。ガラス越しなのでなかなかできてなくて。ガラス越しはね、そう、UVB、そうガラスを通さない UVB は。だから網戸越しにしなきゃいけない。それからあとね、窓越しに置いとくのはね、鳥にとってはね、あんまり良くないです。あ、外敵から違う、外敵じゃなくて温度差がつきやすい。昼間は暖かいでしょ、うん、で夕方になれば日が陰れば急に下がるんですけど、まあ、今はそこまで下がらないと思うけど、特に春は秋は、うん、そうすると日内の温度差が激しいとそれで体調崩しやすいから、うん、普段は窓越しじゃないと思いました方がいいかな、ね、で日光浴できる時だけ窓越しで、まあ、時間は1分から30分ぐらい、うん、年中やった方がいいですね。だからその時の季節によってね、8月のめちゃくちゃ暑い時はもう30分やる方がいいかもしれないし、1分から3分ぐらいにする方がいいし、冬はもそうですよね。気候のいい時は30分ぐらいにガラスを通さないってことね。ここを知っておいてください。まあガラスとかプラスチックね。でこの UVB を浴びることによって体の中のビタミン D が活性型ビタミン D なんですよ。でこの活性化ビタミン D がこのカルシウムの代謝を良くしてくる。だからボレーコをちゃんと取ってればこれでカルシウムが代謝して骨とか強くなってくるっていうことです。だからボレーコだけあげてるのはダメで、必ず日光浴、UVB を浴びてほしいんですよ。ただあと日光浴すればさ、免疫力も上がってくるだろうし、あと殺菌性もあるだろうしね。まあ日に当たってほうがいいかなと思います。旅すぎはちょっとしんどいかもしれません。あとは
鳥、さっき私が見たとこね、あそこ、そのって言います。一番目の胃袋です。鳥はね、三つ胃袋があるの知ってます？そのまま知ってたんですけど。三つあるんですよ。ただ、そこから見えるのはそのだけです。と、今見たのここですよね。ここはそのですよね。と、体の中に繊維、消化酵素が出る胃袋があって、それで筋肉の胃袋、筋肉で、この中に砂が入ってるんですよ。グリップという砂が。で、これが開けてますよ、胃袋。グリップも開いたから、胃袋さ、売ってるところでグリップって書いてあるから、それをまあ10粒ぐらい、ほんの少しね。中田さん、ちょっとサンプルフード出してくれる？はい、俺のことグリッドとペーとパウダー、まあちょっとサンプル用意しますから、それもちょっと開けてみてください。それは積成インコもから、あとご飯でちょっと、あの完全栄養食に近いものを取りにとって、うん、はペレット、うん、パウダー、うん、これが割と完全栄養食に近いから、まあシード食べてるとシードの方が絶対美味しいから、ペレット多分食べないと思うんですけど、ペレットと同じ成分の粉にしたやつ、うん、ペレットとパウダーです。ペレットは積成とフィンチを皮付きにね、少し振りかけてあげる。そうすると皮剥くときに多少パウダーが入っていくからいいかなとは思います。まあそういうのもあげてもらうといいかなと。ただフィンチ用とフィンチ用、まあだから大きさが違うだけです。中身は一緒です、うん、でもし食べなかったら粉にして、でこれがグリッドですね、はい、これがグリッド、さっき言った3番目の胃袋、金に入っているやつね。で本当にこんなドバッとやつだからね、本当にちょっとね、たくさんあげるとね、初めてめちゃくちゃ食べちゃって詰まらせる子がいるんですね、その食材を。だこれの粉になったのはこれです、うん、であとはこれ1個も一応ちょうだい。で、まあ、ボレロは分かりますよね、はい、で大体混合のやつは、こういう色がついてないやつは分かりますね、はい、はい、これはいいですね。色がついてるのは着色料が入ってますね。これはじゃあサンプルなんでお聞きください、はい、はい、じゃあこちらごめんなさい。じゃあちょっとね、あの準備できたらちょっとレントゲン撮らさせてもらいますので、ね、ちょっと待ち合いで待ってください。それから